鬼六、楠山正雄。ある村の真ん中に大きな川が流れていました。その川は大変流れが強くて速くて、昔から代々村の人が何度橋を架けてもすぐ流されてしまいます。村の人たちも困りきって、都で名高い大工の名人を呼んできて、今度こそ決して流れない丈夫な橋を架けてもらうことにしました。大工はせっかく見込まれて頼まれたので、うんと言って引き受けては見たものの、いよいよその場へ来てみて、さすがの名人もあっと言って驚きました。ひっきりなし川の水はくるくる目の回るような速さで渦を巻いて膨れ上がり、ものすごい音を立てて湧き返っていました。この恐ろしい流れの上にどうして橋が架けられよう。大工はこう独り言を言いながら、ただ呆れて途方に暮れて川の水をぼんやり眺めていました。するとどこからか、どうした名人、そこで何を考えているというものがありました。大工が驚いて見回す途端、水の上にブクブクブクと大きな泡が立ったと思うと、恐ろしくて大きな鬼のような顔がそこにぽっかり現れました。大工は妙な気味の悪い奴が出てきたと思いながら、わざと平気で、うん、俺か。俺は頼まれたから、この川に橋を架けようと思って考えているのだ、と言いました。すると鬼は、顔中口にして、ゲッゲッゲッとさも面白そうに笑いました。そうして大きな歯をむき出したまま、ふふふ、お前いくら名人でも大工にはこの橋はかからないぞ、と言いました。じゃあ誰ならかかる。そりゃこの俺ならかかるよ。じゃあ頼む、お前さん五将だ、代わりにかけておくれ。そりゃかけてやってもいいが、何をお礼にくれる。そりゃかけてくれれば何でもあげるよ。じゃあお前その目玉をよこせ。何、目玉だ。大工もこれには少し驚きましたが、何その時はその時でどうにかなるだろうと思って、よしよし、お安い御用だと言って承知してしまいました。大工はそれなり家へ帰ってゆっくり人寝入りして、あくる日また何気なしに川へ出てみました。すると川の水は一向引いていませんが、まさかと思っていた橋が半分以上も見事にその上にかかっているのでびっくりしました。こりゃ冗談じゃないぞ。大工は急に怖くなってそっと両方の目を押さえました。そこで明くる日は朝早くから起きてまた川へ出てみますと、まあどうでしょう、実に立派な橋が何畳という高さに水が渦巻き逆巻き流れている大川の上に、もうすっかり出来上がってびくともしずに長々とかかっているではありませんか。大工は今度こそ本当に度肝を抜かれて、ただもう目ばかりキョロキョロさせていました。するとその途端、例のどことも知れない川の底から、おいどうした大工、さあ目玉をよこせ、と言いながら鬼が出てきたので、ひゃーっと一声、すっかり青くなってブルブル震え出してしまいました。ああごめんなさい、すぐは困る、しばらくお待ちください。大工は泣くように言って慌ててそこを逃げ出しました。逃げ出したものの、どうするあてもないので、今にも鬼が追っかけてくるかとハラハラしながら、川の岸を離れて山の方へどんどん逃げていきました。逃げ出して山の中をあてもなくうろうろ歩いていますと、どこか遠くの林の中から子供の歌う声がしました。
やがてその声はだんだん近くなって、つい聞くともなしに耳に入ってきたのはこういう歌でした。鬼六どうした、はしょかけた、かけたら褒美に、目玉はよ持ってこい。この歌を聞いて大工はほっとしました。そうして生き返ったように元気を取り戻して宿屋に帰って寝ました。そのあくる日、大工がまた川へ出ると、鬼は早速出てきて、さあすぐ目玉をよこせと言いました。まあしばらくお待ちください、どうもこの目を取られては明日から大工の商売ができません、かわいそうだとおぼしめして、何か他のお礼でご勘弁願います。こう大工が言うと、鬼は怒って、なんという意気地のないやつだ、じゃあ試しに俺の名を当ててみろ、うまく言い当てたら勘弁してやらないものでもないと言いました。そこで大工はわざとまずデタラメに、大山の酒呑童子と言うと、鬼は嘲笑って、違う違うと首を振りました。そこでまたデタラメに、愛宕山の茨城童子と言うと、鬼は余計面白そうに、違う違うと言って笑いました。それからまだいくつもいくつもデタラメな名を言って、鬼がだんだん飽きて怖い目玉を向いて今にも飛びかかってきそうになった時、大工はありったけの大きな声を張り上げて、鬼六と怒鳴りました。チェ、山の神に教わったか。こう言った途端、ふっと鬼の姿は消えてなくなりました。おしまい。